国立アメリカ空軍博物館に展示される重量15000ポンドのブルマイナス 82B。2008年7月15日、ユタの試験、訓練場で MC-130E から投下されるブルマイナス82。使用可能なものとしてこの爆弾は最後のものだった。最後のブルマイナス82の炸裂。ブルマイナス 82B、82 C-130 は、 重量1万5000ポンドで従来的な内部構造を持つアメリカの航空爆弾である。この兵器はコマンドボルト計画やアフガニスタンでの戦闘およびベトナム戦争中にデイジーカッターの通称がついたことが知られている。これはこの兵器が森林を吹き飛ばしてヘリコプターの着陸地点に変える能力を持つためだった。マイナス130または mc-130 輸送機から行われた。この爆弾は255個が製造された。ブルマイナス -82 は2008年に退役し、より強力なモアブに代替された。ブルマイナス -82b, c-130 の元来の設計は、ベトナムの密林を即席に抜装することであり、試験投下は CH-54、通称 フライングクレーンヘリコプターから行われた。後にこの兵器は非常に巨大な爆風半径、そして離れた距離からわかる先行と音響といった理由から対人兵器や威嚇兵器としてアフガニスタンで使われた。本爆弾は今までに用いられた中で最大級の通常型爆弾の一つであり、これに勝る兵器は幾種かの地震爆弾、燃料気化爆弾、 また地中貫通爆弾が存在するのみである。これらのうちのいくつかには、第二次世界大戦後期に出現した、グランドスラムや T12 地中貫通爆弾があり、現代のものとしては、ロシア空軍のすべての爆弾の父、また、アメリカ空軍のモアブや大型貫通爆弾が存在する。ブルの名称は、ボムライブユニットを意味し、練習に用いられる、BDU、すなわち、 オムダミンユニッツと対比している。ブルマイナス82は、策略として、硝酸アンモニウム及びアルミニウムを用いる。弾頭は 5700kg の安価な GSX スラリー爆薬を内蔵する。デイジーカッターは、しばしば燃料気化爆弾であると不正確に報道される。燃料気化爆弾は、可燃性を持つ液体と散布装置から構成され、 またこれらの酸化剤として空気から酸素を得る。一般に燃料気化爆弾は 225kg から 900kg で作動する。デイジーカッターのような寸法の燃料気化爆弾を製造するのは困難で、理由は薬剤が非常に広範囲に散布された際、可燃性の薬剤と外気とをまさしく均一に混合し、維持するのが難しいことによる。特に強い風や、 熱の勾配があるとき、従来の爆発物は、この点でずっと信頼性がある。ただし、後年ロシアは7.1トン級、サーモバリック爆弾、フォービーを開発している。ブルマイナス82は、爆心地付近で7番の非常に高い圧力を生み出し、距離が遠くなるにつれて、次第に減少する。この爆弾は965ミ、mm、リメートル超の延長進間により、地表で起爆する。 この結果、クレーターを掘ることなく、地表付近で最大の破壊効果が得られる。この兵器は、地上の固定レーダーもしくは、機上広報装置を用いた、航空機の正確な飛行に依存している。地上レーダーの操作員、もしくは利用可能であれば航空機の広報手は、最終的な秒読みと投下の直前に、航空機を正しい飛行位置につける役割を果たす。搭乗員が、 主に考慮することは、広報手によって提供される、正確な弾道計算及び、風力、風向計算があり、また操縦指示を厳守した精密警器飛行である。極めて強力な爆風効果のため、この兵器を投下する最低限の安全高度は、地上レベルから1800メートルとされる。ブルマイナス十二の元来の設計は、ベトナムでヘリコプターの着陸地帯や、 砲兵の展開陣地を罰走するためのものだった。南ベトナム軍のベナフ所属航空機は、ベトナム戦争の最後の数日間、スワンドクの戦いで、ベトナム共和国陸軍の兵員を支援するため、ベトナム人民軍の展開した区域へと時期的にブルマイナス82、爆弾を投下した。マヤグエース号事件の最中、MC-130 は、 高端島から撤退しようとするアメリカ海兵隊の支援としてブルマイナス -82 を一発投下した。1991年の湾岸戦争では5回の夜間作戦中に11発のブルマイナス -82B が輸送され投下された。これらすべては特殊作戦用の MC-130 コンバットタロンから実施された。最初の投下では爆弾が 地雷腹を除去もしくは警戒する能力があるかを試したが、しかしながら地雷除去の効果について信頼のおける評価は一般公開されていない。この後、本爆弾は対人殺傷効力と同様に心理的効果によって投下が行われた。アメリカ空軍はアフガニスタンのターリバーンとアルカーイラの基地を相当中、数発のブルマイナス82を投下した。 これは攻撃及び兵員の指揮をくじくためで、また地下施設、号などの構築物を破壊するためでもあった。アメリカ軍は2001年11月に本爆弾を使い始め、1ヶ月後、アフガニスタン東部で行われたトラボラ戦の最中に再び爆弾を使用した。フロリダ州のデューク飛行場には第919特殊作戦航空団が駐屯しており、 この航空団に所属する第711特殊作戦中隊の隊員たちは2008年7月15日実用可能な最後のブルマイナス82爆弾をユタシ県訓練場へ投下したロンドン、UK エアロプレーンフリッカー、ジョン、クロスウィンド、オクトーバー2006ボリューム34ナンバー10ナンバー402ページ120インディペンデントオンライン タリバンダウンズ、U.S. チョッパー、キリングフォー、ノーベンバー六、二千一グランデリーに、アルベルト、カボチャ、パートツー2 1五十四から1九9九、ACIG.org、二千十三年二月六日、閲覧。A.B. パイク、ジョン、ブルマイナス八十二 b フェデレーションオブアメリカンサイエンティスツ、二十四マーチ二千四クレイブ。 J.A. オケージョナルペーパーシリーズ1サーベイオブマインクリアランステクノロジーバリックリミテッドセプテンバー1994ウルホウィッツポール・スタファルビームジョン D ・ D セプテンバー11 2001アタックオンアメリカデパートメント・オブ・ディフェンス・ニュース・ブリーフィング10ディセンバー2001 US ユージング・マンモスデイジー・カッター・ボム usa today, http://www.usatoday.com スラッシュニューススラッシュ sept11 スラッシュ2001スラッシュ11スラッシュ077スラッシュ daispa-usa2.htmhat.dg カッターディプロイドアフタービンレイデンサイティングザテレグラフ http:www. テレグラフ GOO UK ニュース1364868デイジーカッターディプロイドアフタービン・レイデンサイティング HTML ハット・ニコルズパトリックデューク・フィールド・エマンドロップラスト15000パウンド・ボムエアー・ォース・リンク21ジュライ2008ありがとうございます